昔だったらちょっと体力ないなとかって単純に思うとやっぱ素晴らしいかったりするじゃん、うん、長距離、はい、長距離中距離みたいな、うん、だ今はそれをやるとまあ、昔はそれを やればやるほど嫌な練習だからメンタル強くなる忍耐力メンタルですね。練習すればするほど必ず成果出るって言ってたけど、うん、あとは意識の問題、やっぱ意識して取り組んでいかないと、はい、できるものもできないし、うんうん、これ意識を変えていかないとやっぱりこうレベルアップにつながっていかないとね、はい、育成ってすごく大事だと思ってるから、はい、これなりに経験と、まあ、自分のこう勉強と情報と、はい、こういろいろ経験も踏まえた上で、うん、ちょっとこう指導してるつもりなんだけどね。だから今いろんなとこ、まあ、後輩とかもそうなんだけど、指導者を指導してくれませんかっていう要望が多い。そっちですね。まあ、ただ俺がまださ、こんな52で逆に、まあ、辞めてから指導し始めて10年以上経つけど、うん、なんか指導者にまたなんか指導するっていうね、なんか、そういうライセンスとかね、うん、あって、持ってれば別にさ、でそうやって受講をしに来てくれれば、偉そうなこと言えるけど、うん、はい、なんかね、やりづらい。はい、なんか自分から言ってるね。なんか指導者を、だから運営者が、うん、だから俺がされて、このうちのチームの運営してます、うちのチームのこの指導者を指導してもらえませんか、はいはい、なかなかやりづらくない全然、だってもう関係ないって言う人あるんですけど、ね、例えば極端な話ね、極端な話、サッカー経験ありません、はい、でもこの町のクラブをちょっと2年やってます、あ、はい、まだまだ指導者としてみたいな、だったら指導しやすいよね。あ、はい、そうじゃなくて今中途半端なこうサッカー経験もあり指導経験もそこそこある指導者を指導してほしいって言われるケースが多い。難しいよ。自分のさ、こう哲学とかがあればあるほど、はい、言ったって無理なんだよ、はいはい、だからそれも意識しないと、うん、いろいろ取り入れたい、あ、本田さんのこういう指導がいいっていうかアドバイスも聞いてみたいってなれば、はい、本人にもいい成長すると思う、うんうん、意欲があればですね、うん、自分の哲学とかもコンセプトとかもあるけど、うん、頑固さもあるんだけどちょっと勉強したい、はい、もうぜひお願いしますっていう感じだったらいいけどね、うん、なんかもう運営オーナー側がもうね、やっぱこの指導者ちょっともうちょっと教育したいんだよなとか、うん、そういう感じになるとちょっと教えづらいよ。あ、はいはい、何が正しいってなかなか難しいことだから、うん、だって変な話、いやそんな教え方まずいでしょっていう人でも、変な話、子供に助けられて、うん、それはこんだけ揃ってれば誰がやってもあれじゃない、もっと良くなるのに、こんな教え方とこんな指導で結果残してるからそれでいいと思っちゃう。あんまり地元に批判したくないんだけど、北九州って結構閉鎖的で、はいはい、結構こう変わり者が多いというか、うん、まあ、頑固者というか、なんか指導者、俺あんまりいいイメージがない、いい指導者のイメージがない、うん、まだ、はい、今は増えてきてるけどね、すごく、はい、俺が10年以上前にこっち指導し始めた時は、はい、もう指導者が日陰で、はい、夏場に日陰にいて、うん、座って、はい、子供たちが、中学生だね、子供たちが炎天下の中、そう、もう日が当たってるところに立たせて、うん、20分30分話してるっていうのを見た時にやばいって。それが
そこだけなのかなと思ったら、そのチームだけじゃなくて、まあまあいたのよ。あ、そうなんですね。で、今でも多いのは、あの試合中ずーっとコーチに言ってるか指示して、はい、パス出せ、うん、簡単にやれ、うん、ずーっと展開しろ、うん、右左、はい、かっこいいサッカーっていうのは、はい、ピッチ上で自分で瞬時に判断して、うん、その選択肢の中で選んで、ね、行動に移すわけじゃん、うんうん、それが練習にもつながる、本番のゲームでもね、はいはい、失敗したら、あ、それが経験で同じシチュエーションになった時に、あ、さっきでこの間こうだったこっちって、うん、その選択肢が変わって勉強になっていくわけじゃん、うん、もうこうベンチからさ、もう監督コーチがさ、指示待ちしかならないじゃん、うんうん、サッカーっていうのは自分の判断で動くスポーツだから、はい、もちろんミーティングでこういうサッカーしよう、こういう役割ねっていうところを当然伝えながら、それをしながらなんだけど、うん、もうピッチ入ったらもうね、自分の判断で行動してるわけだから、決定してパス出して、決定してドリブル、ね、それがいちいちさ、今ドリブルじゃねえだろって取られたら、ほらお前ドリブルすんなって言っただろってなる、はい、そんな指導者どうなの最初多かったのよ。そういうのってでも今でもいますよね。うん、ずーっと喋ってる指導者は今でもたくさんいますよね。さすがに炎天下の中、もう熱中症になるんじゃないかって心配、こっちが心配しながら、喋ってたらさすがにいなくなってきた。ああ、はいはい。今は。うんうん。でもね、まだね、北九州ってすごく日本代表選手、元選手含めてね、うん、俺が言うのもなんだけど、輩出してる、この町なのよ、北九州市っていうのは。はい。ね、俺を筆頭に、本山正史とかね、はいはい、まだ現役の大久保とかね、うん、平山もそうかな、はい、北九州多いのよ、うんうん、だからそういう意味ではほっといてもこういい選手が育ってるっていう、指導者がこう甘えてるね、こう、うんうん、あぐらかいてる、はいはい、だから逆にそういうね、いい子がほっといても出るんだったら、もっといい環境にしたら、うんうん、もっといい選手になるじゃん、うん、だそういう環境にしたいはいはい、だから俺なんかは別に同じリーグで、例えば北九州内の県内の人だと同じリーグで戦ってるチームに対しても俺は還元したいから、はい、俺指導しに行ってもいいと思ってる。おお、なるほど。極論言うとね、はいはい、だっていい選手育てるのに別にいいじゃんそんな、うん、当然リーグ戦とかの個人戦勝ち負けってあるけど、はい、1人の選手育成年代はなんだから、うん、育成年代なんだから別にその選手がいい選手になるんであれば、はい、別に手助けしたっていいわけじゃん、うんうん、そんなのさ、俺がちょっと見たって言って、例えば J プロになりましたって俺が見たんだよって俺言わないもんわざわざ、ね、そんな自慢にもならないでしょだから俺はもう数多くのそのいい選手っていうのを育てていきたいからこれに携わってたわけ、うん、だからちょっとこの北九州市っていうところの閉鎖的なところをちょっと変えていきたいとは思ってない、はい、なかなかね、こう変わっていかない、まあもちろん10年以上前から比べたら変わってるけど、まあ、当たり前なんだけど、もっと変わっててほしかったけどね、あ、はいはい、なかなかねこれ一人の力がまあどうにもできない、うん、はい、結局やっぱこう閉鎖的なチームっていうか指導者も多いから、うん、結局それオープンじゃないんだよね。お互い合同練習しましょうとかほぼない。ああ、ないんですね。合同選手したらさ、俺がどういうこと教えてんのかな、どういうこと言ってんのかなって、指導者にこう聞けるじゃんね、うん。はい。俺も興味あるもんね。どういうことを言ってんのか、どういうことを教えてんのかなっていうのは興味になるじゃん。うんうん、で別にアドバイスもしないし、余計なこと言わないよ。はい、聞かれれば、うん、うちはこうしてますねとか、はいはい、
アドバイスしてくださいよって言われれば全然するしね、うん、お願いされれば、はい、全然でうちに練習行きたいって別に合同練習して一緒に練習すればいいしね、うんうん、サッカー教室じゃないけど全然するの、はい、うんうんうん、なのに、うん、ないから、だからなあのもちろんあの仲良くさせてもらってるチームとかはしょっちゅうトレーニングマッチとか全然意見交換とか全然してんの、はい、うんうんうん、そういうのね全然あるんだと思う、ね、大学生とかの指導ってされます？大学生ない、僕はしない、してないね、大学生ないって言うか、大学ない、うーん、なんか上に行けば大人になればなるほどめんどくさいね俺のストレスでしかないと思う、あ、なんでこんなことできないんだろう、はい、思うケースが俺多いのかな、うん、あ、そうですね、代表まで行っちゃうとやっぱそう感じ取ってしまうっていうか、いやどうなの、俺がだからできるとかできないとかじゃなくて、なんか、はい、なんだろうな、こうスタンダードが違うのかな、俺のこうスタンダードと、はい、その今の高校生大学生のスタンダードがちょっと、うん、違うのかな、それか分かんないんだよね、はい、そんなコミュニケーション取ったことないから分かんないんだけど、うんうん、基準が分からないというか、いやもうこ、いや名前がちょっとサッカーが知ってるから多分ここいいんじゃないって思いがち、うん、だからさっきも言ったけどもっと上には上がいるから、はい、こう伸ばしつつこう戦術的なところの理解っていうのも分からないといけないじゃない、うん、柔軟性もないといけないんだけど、はい、だからそうなんだよね、だから一回ね、まあ、ちょっとこれ批判的に感じられたらちょっとあれなんだ、町田の強化ちょっとだけ、はい、1年間だけやったことがあって、秋田が監督の時に、はい、それでキャンプでね、はい、あの基本的に俺コーチじゃないから現場のね、うん、キャンプで練習見てるだけなんだけど、はい、あのボランチちょっとアドバイスくださいよって言うから、ちょっとボランチの選手で、はい、あのサイドバックに行った時にどのタイミングで受けに行くみたいな、そういうアドバイスしたの、はい、で受けるタイミングもあんまり寄りすぎもダメだしタイミングなんだよね、うんうん、相手こうずっと寄っていくとそこをケアされるし、別にもらう気ないよって言ってさってこうもらうつもりでさって動けば、うん、相手にも読まれづらいとかあるんだよ、それはそれぞれのタイミングがあったりするんだけど、どうやって抜くか、うんうん、こう向ける顔を上げられるかって、はい、まあ、パスの強さだったりパスの場所にもよるんだ、うん、で相手がどれぐらいの速さとか強度が来るかで、うん、まあ状況変わるけど、はい、基本的にもう右サイドバックからねさーってボランチが寄ってってもらう、うん、受けた時に、はい、例えば相手が前から多分プレスが来る想定でね、うん、多分来るのよ、はい、そういった時にある程度もうまんまくついてたら無理だけど、2メートルか3メートル離れて少し寄せてくるぐらいのタイミングでパッて受けたら、うん、なんで 前コントロールしてない、左足でもいいんじゃないですか、うん、右足でもいい左足でも時計の方でパッてこう顔を上げられない、うん、どうするって言ったら、右足で後ろにコントロールする、取られない、はいはい、ちょっとそれを聞いてびっくりして、いや、うん、まずは、まあ、チャレンジするとこじゃないんだけどボランチは、まずは、うん、その練習意識してるじゃん、練習そこで顔を上げるパッて、うん、相手が来ても相手が取りに来たらかわすかパスを選択できるから、うん、そっちの方が相手が嫌なわけだし味方も優位に使われる、もう来たからって言って最初の選択肢が後ろにコントロールって言った瞬間、うん、なんでってあの前向くトラップをコントロールをするつもりではいるんですけど、うん、ちょっと右で取られない保持するために後ろですかねっていうならまだ分かんない、はい、それを最初に聞いた時にちょっと待てよ、この子ボランチ何年やってんだろうな、はいはい、そういうつもりで受け入ってんだろうな、うん、
だから受け方とか意識の全然違うんだよね。遠藤なんか未だにどうやって受けてるのかな。なんとなくもらう気ねえよーってフラフラって言ってきてタイミングだけで、うん、パス来たらパッて抜けてるじゃんっつって。だからボランチのこううまいこう受けるうまい人は全然基本的に角度が前向きじゃん。うん、もらい方にもよるんだ。うん、細かいこと言うとシチュエーションで全然違うんだけど、はい、基本的にあのオーソドックスな状況の中でもらう、受けるどうするって言った時はやっぱ基本的にはこうそのためにこう向くためにね前攻撃してるとこはこっちだった、はい、こっちで顔を上げられるようなもらい方するべきなんだよね、うん、ちょっとしたことなんだ。はい、いやそれが結構変わってきますもん。そうなの。そのちょっとしたこと。何のために受け入ってんのかって、うん。取られないために後ろに帰ったってしょうがないですもん。っていうね。はいはい。それが中学生とかまだ高1ぐらいだと、うん、まだ素直に、だからやってみようっていう意識はちょっと多少なりともある。はい。プロとかだと、いやいやいや、そんな。プレッシャー遅くないしみたいな、うん、そんな状況じゃないし、そんなこんな向く前に行けるような状況でそんなこの密集地でないでしょみたいな、うんうん、文句で言うと文句でかそういうこう思いっていうのね、うん、そんな自分で生きてたのかなみたいなね、はいはい、極端な話。じゃあ俺の見てください、うん、昔の YouTube 見てください、うん、まあ、だから、うん、アドバイスとしてこうできないかなっていうところで、はいはい、だから OB の話ってそれも当たり前だからそれがスタンダードなのこうだよねっていう、まあ、状況に応じてもちろん後ろのトラップもするんだけど、はい、基本的には何のためにもらえるかって、うんね、縦に出したい、ね、背後取りたいボランチからっていうつもりでもう受けに行くから、はい、そこは共通して言えることでしょう、うん、ただパス回しすると、パスをね、こう動かしていくだけで、だけ受けに行くわけじゃないんだよね。うん、はい。っていう、こう、ちょっとしたこと。だから育成は面白いんだよ。中学生、はい、一番面白いんだよ。こういいですね、素直に聞いてくれるってのもあるし、はい、まだ全然発展途上だから、うん、もう、やるじゃん、はい。難しいことだってチャレンジしがちなんだよ。するんだよ。うんうん、だから面白い。それで成長も半年経ったら全然、あれ、あんなことできなかった。こんなことできない。うん、っていうのが、ね、感じられるか。こっちも、ね、楽しくてしょうがない。はいはい。まあ、もちろん楽は楽なんだけど、ね、高校とかも出来上がってるのを見るのは、当然。だからもう変なし、プロだったらもう鹿島みたいなとこ行ったらもう楽でしょうがない。うんうん、あでも鹿島の戦力そんな楽じゃないか。だから今川崎とか楽なんじゃない？ああ、うん、戦力的に。あんなメンツでは同じようなコンセプトで、はい、あれだけやっぱ足元ができてこうポゼッションやるっていう、うん、そのある程度駒がいたらやりやすいでしょ。もうだってユースからそうやって落とし込まれてきた選手が上がってきたりするし。はい、大卒でね、即戦力で取るのも、そういうコンセプトのもと、そういう選手、うん、あのこのイメージに近いかなっていう選手をやっぱ連れてくるしね、うん、もちろんストロングポイントはそれぞれ違った選手連れてきたりするけど、はい、それはね、共通して、やっぱ川崎のサッカーできるような選手がね、うんうん、たくさんいるから、はい、うん、まあ、ちょっと育成のこと語ってきたけど、俺だって頑張ってやってんだよっていう指導者がね、たくさんいる中で、リスペクトしてるから。はい、うん、はい、やっぱね、リスペクトとね、謙虚さはないとダメですから、はい、うちのチームのコンセプトは基本的にリスペクト、謙虚、エンジョイだ。おー、その3原則があって、はい、サッカーに必要な要素っていうのをちょっと伝えてるわけだ。規律、決断力、忍耐、観察力とチームワーク、それ5つで俺は思ってる。うんうんうん、コンセプトがリスペクト、謙虚、エンジョイ、
選手としてというか、まあサッカーやる上で必要要素が規律、うんうん、はい、決断力、うん、忍耐、観察力、あとはチームワークだね、うんうん、が俺はまあ教えていくにあたって必要な要素かなと思って子供たちにそれを伝えた、はい、なるほど。もう大人になってからのサッカーはもうリスペクトと謙虚がもう結構重要視するね、うん、今でもだってもうリスペクトない人多いし、はい、謙虚ない人多いもん。口悪かったですよ大人。ちょっとサッカーさ知ってるから、ね、口悪いんだよね味方にも、はいはいはい、うちの、あのシニアもこの3ゲース落とし込んでもうこれでいきましょうって言ってもう、はいはい、いい大人がねもう楽しく やらないとつまらないじゃないですかって上の人たちリスペクトし合いましょうよ、うん、対戦相手にも当然だし味方にもそうじゃないですか、うんうん、お前何やってんだよって言われて楽しくないじゃん、はい、体動かないんだから何やってんだよじゃないじゃんってもう喧嘩になるじゃん。それを リスペクトしてくださいよって、うんうん、でなんでもうちょっと謙虚な言い方できないのか、うん、言い方変えればいいじゃん。何してんだよからさ集中しましょうってなると全然違うじゃんね、はい、今のところちょっとあの切り替えて集中していきましょうよっていう、うん、ね、同じ意味じゃん、はい、ポジティブに取れるか聞こえるかですね。そこが大事なんだよね、はい、だからサッカーやってくれてもサッカー大好きでガチでやってくれても嬉しいことだからサッカー界としては、はい、ね、なのになんかそういう言葉がね悪いともがっかりするじゃん、はい、だからあれだよ子供たちにも、はい、この子供同士でやっぱあるじゃん。中にもコーチングするのに後ろの子がもうなんでシュート打てねえんだよとかって言うわけ、うんうん、もう言い方変えろよシュートでもいいよとかすりゃいいじゃん、はいはい、センタリング上げろよとかパス出せよとかそんなんいらない。もう変な話バイタル近くなったら自由に合わせるっていうことを俺が伝えてるから自分の判断に任せればいいじゃん、はい、うん、で言うんだったらとっさにパッて出る言葉が悪い言葉になるんだったらそこ気をつけて違う言葉にしろ。言葉のチョイスだ、ね、はい、それ結構気にして大切にしてるってことです。それはもう共通してる。子供のチームから大人のチーム共通して言えることじゃない。はい、確かにサッカーやってなくてもそうですよ、ね、そう間違いないでしょ。はい、ということで締め、そうだね、はい、締めはリスペクトと謙虚と援助、はい、リスペクト謙虚はねどの世代でも大事ってことだね。そうですね、確かにどこ行っても大事ですからね。大事ですね。はい、じゃあ今回はこれで終了とします。ありがとうございます。分かった、はい、お疲れ様でした。です。